はあ、今日も疲れた。いやいや、ほらそこのキッズ2人、これ何してるんですか？ What's happened? What's happened? おお、それ何？何してる？イエーイ、マクラレン？マクラレンじゃないよ。マクラレンボディキット。マクラレンないよ。何これ？本当これよ。え、それ？14用。なんで？いきなり。いや、これはこれ。これボロいじゃん。マジでボロい。十何年、十数年愛用している私のシルビア。とてもじゃないけどね、サチン。スーパーカーの社長の乗ってるドリシャに見えなくね。もうちょっと。これマジで、ピー紹介みたいな。さあ、祭りまであと1週間。今日金曜日。ワンウィークプロジェクト。ワンウィークでこういうことやんないでっつってんの。ワンウィークプロジェクトで、祭りまでにフルエアロー組んで走ろうぜ計画。言ってる言ってる。We can do it. No. We can do it. No can do it. We can do it. No no no. というわけで。2人を巻き込みます。あー大丈夫です、俺今日ジム行くんで、ジムに行く時間はまた30分ある。30分でどうにもなんない。30分で組めるって、早送りすれば。それはカメラのそのデータ上の話。ちょっと全部でどれ何本あるんですか。ちょっと待って、これは何？それは多分、もう多分手を挙げてみる。うん、じゃあ、ちょっと待って、俺これ並べようか。さっきのあのスネがめっちゃ効いてるっす、俺。めっちゃ軽い感じするね。軽いやん、これ何？リアクォーター。おー、開封の。ディアゴスティーニだ。瞬間 S14 を作ろう。瞬間、しかも1週間でね。まさに瞬間です。すごい。おー、オーバーフェンデー、フェンデー、ボネット、何のメーカーですか？オリジン、フルキットオリジン。いいね。まあでも確かに、まあこういう言い方はあれですけど、オリジンってめっちゃコスパいいっすよ。めっちゃいいよ。値段もすごいベラボに高いわけじゃないのに、物もいいよ。物もいいし。おお。うん。あ、かっこいい。イエー。かっこいい。おい、これが。ね、ドン、ね、リアバンパー、リアバンパー、おお、なんかいいね。これはこれ、ウィング、あ、ウィング。
雑なの、何その雑なの、かっこいい、あは、それが、あ、ルーフウィングじゃない、イエス、おお、ベリークール。ちょっとこの社長、このサンルーフがなんか気になる、補修中です。あ、そう、ない、ニューアイテム、ちょっとチャレンジ、ノーチャレンジ、ノーチャレンジ、チャレンジ、ノーチャレンジ、お、あ、あ、トゥルースリーパー、ごめん、薄いな、どうしてよ、ドアパネルだ、ドアパネル買ってきた、 FRP 使ってるからさ、確かに、でもちょっと待ってたね、これを どうすんの、だってこれドアパネルとしてあるのに、これパネルって軽量化になるんですか、どうやって軽量化にするんですか、軽量化とかしないの、気づき隠し、え、これ貼り付けるだけじゃない、ここ、とりあえず切ろうかな、あ、切るのか、あ、確かに切れば軽量化になりますよね、その分錆びてるからさ、それはマジでダサい、なんで切る、それはもう宇宙一ダサい、これそれは、でもそこ切るってどうするんですか、何できるんですか、カッター、エアソーって言って、そこ切る、どうぞ、すごい、早くつけましょうよ、つけよ、このボロボロの S14 が綺麗になる日も近いということですね、もう今日だと20分がなるから、俺ジム行きます、なる、20分、20 minutes No minutes20 minutes, OK No minutes No minutes よし、じゃあやりますか、やる感じ、しゃあないわ、しゃあ、デイワン、フィニッシュ。デイワン、フィニッシュ。デイワンフィニッシュ。デイワンフィニッシュ。58分です。58分でここまで行くんだ。お付き合いいただきありがとうございました。お二人。本当っすよ。デイワン。明日、デイツーは？デイツーはリアフェンダーを切る。あとドアを切る。で、あとある程度こう切って。ビス止めする、全部でも洗いたいですね、うん、まず明日フェンダー切り刻んで、ある程度仮合わせして穴開けて止めちゃう。で、今回は塗らない、祭りこのまま行きます、はい、なんでステッカーチューンぐらいしましょう。というわけで、でもやれる日はあと数日しかないです。次は洗車とカットと
はい、カットと取り付けまでデイ2で仕上げます。というわけで今日の1日目でした。ご視聴ありがとうございました。ジム行きましょうよ。ジム行きます。じゃあねー。